博物館の外観博物館の中庭スロベニア民族博物館はスロベニアの首都リブリャナにある主にスロベニアの民族資料を所蔵、展示する博物館である。約4万点のスロベニア関連資料と約1万点のヨーロッパ外の資料を収蔵し、うち3220点を常設展示する。スロベニア民族博物館は1921年に スロベニア国立博物館の中に創設された民族研究所を母体とし、1923年に博物館から分立する形で誕生した。所蔵品はもともとスロベニア国立博物館で展示されていたもので、1888年から公開されていた。その当時の展示物は現在よりも数が少なかった。大規模な展示物はフリデリック・バラが イグナチューク・ノブレ・ハル、フランツ・ピー・リツ、ヤネズ・チェブルといった船員により、ヨーロッパ全体から寄贈された。1923年に国立博物館から分立した際、初代の民族博物館の館長はニコジュパンチが務め、翌1924年からは学芸員をスタンコ・ブリニクが務めた。1941年には民族博物館に改名された。 第二次世界大戦後、博物館の学芸員たちは、スロベニアの地方の生活を研究した。1964年に解消され現在まで、スロベニア民族博物館として運営されている。博物館の床面積が狭かったため常設展示は、開設されなかった。収蔵物は、リブラナの周囲にあるいくつかの城に分散して、展示された。1997年には、 博物館はメテロコワウリツァ通りにあった軍の兵舎の跡地に移転した。2004年には博物館の建物が増築された。それから屋外の展示スペースも設けられた。新しい建物はクローレゲル社によって建設された。ありがとうございます。